はいどうも、トウソクチュードレンのつくもです。ということで、今回からルチアルートパート1ということで、まあ実質的にはまだルートではないんですけれども、ルチアルートパート1とさせていただきます。始めるところなんですが、10月16日の、この選択肢、からですね、始めさせて、いきたいと思います。小鳥ルートでは確かこれは小鳥を追いかけるにしたんですけど、ルチアルートに行くので、学食に行くぜということで選びたいと思います。よっしゃ、そうしよう。なぜ俺がこんなにもノリノリなのか。ここに熟成。さっき院長はどこ行くかは言っていなかったが、おそらく学食だ。それくらいの調べはついているのだ。あのプロジェクトを実行に移す時だ。さーて、今日も楽しいランチの時間だ。懐かしいですね、この感じ。今日の A 定食は何かな、 B 定食は何かな。心が弾むぜ。おいらは育ち盛りの元気盛り。今日ももりもり食って会食開弁のはずが、どうしてこんなことに。またそのパターンですね。自分が広げた風呂敷も畳めねえとはな。学食の一角に大勢の人垣ができている。その中央にいるのは俺、天王寺小太郎。床に這いつくばり、床をかきむしりながら、悶絶している。そんな俺の後襟ですかね、をつかみ無理やり立たせる吉野は冷酷に笑う。てめえが男を見せるのはこれからだぜ。ほら立てよ。ちくしょうこの光景だけを見たならば、学食で喧嘩でもあって俺がぶちのめされていると思うところだろう。喧嘩ではない。しかし自業自得である、自業自得ではあるのかもしれない。激しく何度もなんですかね、帰りながら、どうして楽しいはずのお昼がこうなってしまったか。俺はささやかな走馬灯で回想していた。まあ、どうせまたやってたんでしょうね。遡ることほんの 1、2時間前、場所は廊下。他のクラスの連中を集め、俺は熱弁を振るっていたのだ。またですね、激辛メニューですね、このくだりも 4、5 回ぐらいやってますから。ああそうだ、数年前学食に伝説を築き上げたあの伝説の激辛メニューだ。学食伝説によると、当時校内一の最強辛党を受賞していた生徒たちのグループがあったという。その名をズバリ、暗黒極航海ですかね。ドーン。すごいですね。そうさ、極光界を解散に追い込んだ伝説のメニューこそが、四川風ですかね、地獄麻婆豆腐。暗黒極光界は自分たちを驚かせるような辛い料理を作ってみろと、学食で傲慢の限りを尽くしたという。そこへ新しくやってきた元中華料理店の料理人が彼らの鼻をへし折り、学食に平和を取り戻すためだけに生み出したのがそのメニューなのだ。よって地獄麻婆は常人が、食すものではない。激辛党を受賞する傲慢なる悪党どもを打ち破るための天の怒りそのものなのだ。その伝説のメニューが今日の昼一食だけ封印を解かれ、挑戦する者が現れたとしたら何とする。さあさあ盛り上がってきた。というわけで、リングサイドの S 席が500円、 A 席が300円だ。挑戦者は秘密だが半端じゃないぞ。さあ伝説が誕生する瞬間を見逃すぞ。商売始めてるじゃないですか。あざーということで、小鳥のあれですかね。うわー、吉野くんや、ありゃ何の騒ぎだね。天王寺のやつがバカなビジネスを始めやがったのさ。このチケットを見な。伝説の激辛メニュー勝負、
S 席500円。吉野くんも男の子だね。買ったの？天王寺の茶番に興味はねえが、レジェンドが誕生する瞬間に男なら一度は立ち会いてえのさ。女にゃわかるねえよ。女にゃわからねえよ。飛ぶようにチケットが売れる売れる。この花ルチアという激辛界の新女王の存在は他のクラスではあまり知られていない。荒稼ぎするなら今ってわけさ。男はこういう得体の知れない挑戦者には弱いからな。しかも相手はあの伝説の地獄麻婆、それに挑もうとする命知らずの挑戦。見たいという誘惑には勝てっこない。小太郎くん、いいのかね。先日ハラペーニョの揚げ物で仲直りしたんじゃないの？時系列的にはあの弁当事件の後なんですね。あれな、調印後にご破産になった。女の皿を舐めた男レベルまた上がったんだってね。だからそれは冤罪だって。俺はちょっと委員長の弁当箱の匂いを嗅ごうとしただけなんだ。うひゃー、それは有罪だよ。舐めてないぞ、レベルは3のままだ。じゃあ女の皿を舐めた男レベル3と女の弁当箱の匂いを嗅いだ男レベル1だね。足して変態男レベル4だ。冤罪と合わせ技でレベルアップしてる。エナジードレインはできんのか？さもなきゃ石の中にいるか灰になるかだね。いやかましい。とにかく委員長の鼻柱をへし折らなきゃ納得できん。小鳥は教室の天井がどんな味か知ってるか？すごいぞ、驚くぞ。なんとアーモンド味だった。ひょっとすると隣のクラスはストロベリー味で、職員室は、スペアミント味かもしれない。うわぁ、この花ルチアメ、許さんぞ、この屈辱。で、許せないとどうしてビジネスになるのかね。そこが俺の冴えてるところだ。まずは聞け。俺は学食のおばちゃんに学食最強の激辛メニューはないのかと相談した。そしたらなんと過去に封印された伝説の激辛メニューが存在したのだ。それでその伝説の激辛麻婆豆腐を委員長に食べさせて、いい言わせたいと。それでお客が呼べて一石二鳥と。ほうほう、お主も悪いよね。委員長、これで今度こそ奴の激辛伝説は終わりだ。今度の麻婆豆腐にはいくら委員長でも勝てはせん。奴の無敗伝説、この傲慢な、その傲慢なプライドとともに今度こそ剥ぎ取ってくれるわ。うひゃー、小太郎くん、悪の秘密結社の幹部みたいだね。負けフラグっぽく聞こえるからやめなさい。ただいまからお一人様一元です。飛ぶように揺れるぜ。女にゃわからねえよ。でもいいのかね。いいのかとはなんだ。だってもし委員長がお弁当を持ってきてたら学食には行かないだろうし。野郎もそこは周到よ。委員長の席をこっそり調べて弁当は持ってきてないと確認済みだそうだ。うひゃ、女の席をまさぐった男レベル1までついた。変態レベル合計5ですね。でもその悪だくみうまくいかないと思うよ。まあ大体失敗しますからね。何か問題でもあるのか。委員長、今日は友達のお弁当を一緒に食べる約束になってるってさっき誰かと話してたの聞いたもん。なんだと、それを天王寺のやつは知ってるのか。なるほど、大体予想できましたね。知らないだろうね。なるほどな、これは愉快なランチになりそうだ。吉野も大体もここで刺しましたね。辛さで殺す気で頼むぜ。激辛上等もう満体だ。前回の17辛カレーは俺が食べたことになってる。いやいや、あんなの完食するの絶対無理ですか。すげえ刺激臭が漂ってくるが、この匂いがあれなのか。おばちゃんはその
数年前の曲進化、曲から曲、進化ですね、の一件は曲こうですか、ね、忘れましたけど、あ、救急車呼んだその人なんですね。やはり危険度超一級の一品らしいな。しかしあの院長を屈服させるにはそれくらいの資格が必要なのだ。いつも人を格ゲーのコンボ練習モードみたいな扱いにしやがって。今日が貴様の命日になるぞ。いや、両方とも完食したのはそのルチアちゃんですから。はは、そりゃまた今度だな。元来俺は辛いものが好きでも得意でもない。俺が激辛を食すのは侍の刀と同じさ。抜くのは戦いの時、そしてどちらかが死ぬ時だけだぜ。だから普段から安っぽく激辛を食しはしないのさ。すっかり俺が食うものと誤解されてるな。まあいいや、食うのも末湯を飲むのも全部院長だけどな。一泡吹かせられれば気分すっきり。どちらに転んでも俺の懐うはうは。笑いが止まらねえぜ。今なんとおっしゃいましたか院長。なんだ私が友人と昼を一緒にするのがそんなにおかしいか。そんなにおかしいのか。なんだ、風紀院のしずるさんか。院長の友達ってお前のことだったのか。しずるはうんうんと何度も首を縦に振って答える。学年違いの友人とは珍しい。でも正義の院長と秩序の風紀院、相性はいいのかもしれんな。今日はしずるがお昼をご馳走してくれる約束になっているんだ。なっているんだ。だいたいなんで私がお前と学食に行かねばならないというのか。女の皿を舐めた男レベル3、変態男レベル3。すんません、すでにレベル4だそうです。ちなみにレベル5ですね。小太郎は皿を舐めるのが好きなのか。その趣味はないが、ポテチを食べた後の指をしゃぶるのは好きだ。それは美味しいのか。ああうまい、ポテチを食べた後の真のお楽しみと言える。これが分かってようやくポテチ導入もんだ。王道はコンソメ味にバーベキュー味、俺は通好みで塩味が一番だかな。しずるもポテチを食べたらぜひ一度やってみろ。この世の秘密の一端を解き明かしたかのような顔で瞳をキラキラさせながら何度もブンブンとうなずく。しずるにおかしなことを吹き込むな。とにかくお前の昼に付き合う義理はわずかほどもない。お前こそ公衆の面前であれだけ殴り飛ばした女をなぜ好き好んで食事に誘うというのか。リベンジキック。確かにきっと何か罠を仕掛けてあると考えるのが妥当だろう。小太郎、顔に図星と書いてある。ないない、絶対にないですよ。見えすいた嘘をシャシャと。それともなんだ、私がお前と学食に行かないとお前にとって困ることでもあるというのか。いや困ることなんてあるわけないじゃないですか。ではなんだというのか変態男。チケットは完売しているんだぞ。今さら主任が欠席なんてありえるものか。ここは何とか言い繕わないと。だからその先日以来院長とはすれ違いっぱなしだろ。一度は水に流したのに懲りなかったのは誰だ。だからあの件は誤解だって。お弁当箱の蓋を舐めてた。それも美味しいのか。ダメ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 、変態、女の敵。まあ話を聞けて。今度こそ謝ろうと思って。黙れ、廊下の往来のど真ん中で、変態との連呼はあんまりじゃございませんか院長。さっきからすれ違う女子たちの汚いものを見るような眼差しが実に心地よいのですよ。この仕打ち、この恨み、きっと晴らさせてもらいますとも。でも学食にいてくれないことには話が始まらない。それでですね、院長と仲直りしたくてですね、一緒に学食に行くと思うか。そういう感じの目で見られてるんですね。
ああ、ご通行人の皆さん、そっちの方向に盛り上げるのはどうかご勘弁ください。あ、ほらほら、そういう茶化しは苦手な院長の顔をふつふつぐずぐずと煮えくり返って、参ります。とにかくお前とは金輪際関わりたくない。消えろ消えろ、失せろ失せろ、死ね死ねバイバイさようなら、二度と顔を見せるな大変態、あっちへ行け。これ以上つきまとうというなら問答無用で制裁する。待てよ院長、あた、いでででで、やばい、目がマジだ。だあ、ガイアは妙な煽りをやめろ。やめるのはお前の呼吸だ。お前の存在自体が地球資源の浪費、今すぐ窒息して二酸化炭素軽減に貢献しろ。これはダメだ、完全に頭に血が上ってんな。今は何を取り繕ったところで逆風から沈むなら何とかしてくれないか。ぐぎゅーとお腹を鳴らしていた。力になりてえのは山々だが、おら腹減って、力が出ねえと合図をされる。そもそもここまで怒らせたらしずるでもどうにもならないのかもしれない。とにかくこのまま、退散した方がいい。早く退散して空で、してもらった方が、まだしも見込みがあるってもんだ。委員長の大好物を特別に用意してもらったんだ。もしも気が向いたなら今日の昼ぜひ学食に。誰が行くものだ、早く出て失せろ、変態変態、けだものけだもの、天王寺小太郎。やれやれ、ごめんなさいねと一つ頭を下げてから手を振る。そしてすこぶる当然に、実に豪快に、単純明快に、委員長が学食に姿を現すことはなかった。そりゃそうだよな、今頃は中庭の木陰でのんびりと、気の置けない二人、中の二人でランチタイムだろう。わー、湧き上がる歓声。熱々のご飯に味噌汁、お惣菜、ここまでは他の定食と共通だ。しかし主食たる麻婆豆腐が異常。ぐつぐつと灼熱に煮えくり返り、無警戒にその湯気を吸い込んだものなら、即混沌しかねないだろう。これこそが地獄の釜で煮詰められた悪魔の、地獄のこの世の最後の日の晩餐に食されるだろう。人類最後の一品、四川風地獄麻婆豆腐。というか本場四川省のお人がこれを見たら麻婆豆腐に対する冒涜だと怒り出すんじゃないか。で、こいつを完食してみせるチャレンジャーは誰なんだ、いつ来る、せめて名前くらいは明かせるよな。いや、その初犯の事情により会場への到着が若干遅れているようでして、名前については近年のプライバシー意識の高まりもありまして。ほう、じらすじゃねえか。ま、待たせてもらうぜ。これだけの観衆を集めたイベントなんだ、まさか挑戦者未登場のままおしまいってことにはならねえだろうから、ね、それはもうもうちょっとだけ待って、もしそれでも現れなかったら、これは多分サプライズだってことになるな。サプライズって、俺別に、俺そんな準備は。つまりあと10分してお前の言う挑戦者が現れなかった、実は挑戦者、てめえ、天王寺小太郎が実は挑戦者だったっていうサプライズってことになる。元気玉かっていうね。ざまあねえな、見せてもらうぜ、てめえのチリざまをな。吉野の野郎、こいつ全部知ってやがるな。知ってて周りを煽ってやがる、まずいぞ。これだけ観衆に囲まれちゃこっそり逃げ出すのも難しい。いやいや、そんなことよりもこのままじゃ激辛麻婆を俺が食わされちまう羽目に。暗黒、極光会という、どう聞いてもヤバそうな連中が軒並みに病院送りにされたとか、されたとかいう危険物をどうして一般人の俺が食せるというのか。お願いですよ、どうか来てくださいよ院長。院長、サンマは煮ても焼いても
生クリームであえても粉にしてクッキーに混ぜても美味しい。うん、こっちは平和ですね。私は普通に焼いたのが一番いい。料理は素直なのが一番だ。頑張ったがルチアの口には合わないか。いや、そんなことはないぞ。もちろんこれはこれで美味しいと思う。サンマの開きの生クリーム和えフルーツサンドとは実に面白い。ちょっと甘ったるくて苦手だが。うん、ルチアにはダメか。がっくり。もちろんシズルが頑張って作ってくれたものだからまずいわけもないぞ。うん、美味しい美味しい。まあサンマの開き生クリーム和えフルーツサンドなんて出てくるって思いませんもんね普通。学食に行かないのか。まずいとは言ってない。これはこれでサンマの新しい魅力を発見できたつもりだ。あんはん。小太郎と仲直りした方がいい。今日はしずると一緒にお昼をする日だ。天王寺小太郎のことなんか知らない。なんなんだあいつは。私にちょっかいばかりかけてくる。本当に迷惑だ。ルチアにも他に友達がいてもいい。いらない。しずるだけいてくれればそれでいい。仮に友達がもう一人増やせるとしてもあんな男お断りだ。まあ噂になるでしょう。七大伝説とあるんですね学食に。天王寺のことなど知らん。私の都合も聞かずに勝手におかしな料理の用意をされても困る。あ、もっと美味しいのを作ってまたご馳走する。だから今日はおしまいだ。だから別にあいつのことは。しずるにまで妙な誤解を受けている。仕方ないか。これは何の騒ぎだ。こら、無許可占用は許されんぞ。チレチレ。おお、院長。天王寺小太郎、どうした。床に落ちて涙をこぼしているとはただ事ではない。これは何事なのか。おい、誰か保健室の先生を。よかった、来てくれたんだな。どうしたんだその唇。真っ赤になって腫れ上がっているぞ。テーブルの上を見るとそこには麻婆豆腐の定食が。麻婆豆腐の皿にはスプーンが刺さり、いつでも食べられるようになっていた。今日のメニューに麻婆豆腐はないはず。まさかこれなのか。お前が私の仲直りのために特別に用意してくれたとか言うのは。そんな、涙を流してまで。せっかくこれだけのものを用意したのに、私がいつまでも来なくてお前を傷つけてしまったと言うんだな。すまん。お前の仲直りしたいという純粋な気持ちを私は軽んじてしまった。傷つけてしまった。すまない天王寺小太郎。この花ルチア、心より謝罪する。あれ、なんだか勝手に話を美化してくれてるような。さっき廊下で話している男子がいたが、これが伝説の麻婆豆腐なのか。なるほど、これは美味しそうだ。ご飯と味噌汁までは無理だが、せめてこれだけはいただかせてもらうことにする。あ、はい、麻婆だけで結構ですので、うん、せめてこれだけはいただくことにする。院長、あんた辛いのは得意なのか。私に好き嫌いはないぞ。よほど独創的なものでなければ何でも大好きだ。うん。おお、
俺が一口で吐血しながら倒れたその地獄のマグマをあっさりと口に運ぶ。悶絶はしない、絶叫もしない、ただ次の一口を口に運ぶのみだ。それを見たろけ、再びうおーっとひとかきがどよめく。なんなんだお前らは。私が麻婆豆腐を食べるのがそんなに滑稽なのか。人の食事をジロジロ見るなど失礼極まりなし。それ以上続けるならば鉄拳にて指導するぞ。そう脅すとひとかきはバーッと散る。だがみんなこそこそとこちらを伺い見ている。どうだ院長、仲直りのスペシャルメニュー気に入ってくれたか。うん、悪くない、おいしいぞ。本当に辛くないのか。少しは辛いようだが、麻婆豆腐とはそういうものだろう。うん、うまかった、ごちそうさま。ルチアは満面の笑みで、空にした皿を置く。味見して瀕死となった俺だけがその神々しいまでの奇跡を心より理解できる。神、至高神、激辛界に究極の神が今降り立った。乾杯だ。麻婆豆腐を乾杯とは言わんだろう。美味しかったぞ天王寺小太郎。今度こそこれで仲直りとしよう。もう二度と私の皿を舐めたりなどするな。しないしない、絶対しません。冗談じゃない、もう人舐めなんかしたら今度こそ俺の舌が焼き切れる。その激辛の究極をあっさりと平らげ、少し辛いようだが程度呼ばわりとは。負けたぜ負けたぜ、俺の乾杯だ。今日の賭けで今度何か辛いものでもご馳走するとしよう。これで今度こそ全部水に流したぞ。私もお前に二度と公衆の面前で変態などと言わないし、暴力も振るわない。これまで通り普通に接する、約束する。 ああそれは嬉しいぜ、ありがとうよ。それではこれで失礼する。しずるを待たせているのでな。院長は爽やかに言うと席を立つ。その後どっと人垣が押し寄せ、俺と空になった皿を取り囲んだ。どうだ諸君、激辛界の究極神の降臨を目の当たりにした感想は。その問いかけに返事できる者はいない。みんな驚愕の眼差しでポカンと口を開け放つのみだ。とんでもねえレジェンドを目撃させてもらったぜ。畜生、今頃になって震えが来るぜ。偉人ってのは案外身近にいるのかもしれねえな。人垣が不満そうにざわざわと騒ぎ出す。彼らは地獄のような辛さの料理と格闘するところが見たかったに違いない。それがああもあっさり平らげられてしまったものだから面白くないと騒いでいるのだ。いや少し違う。まあそう疑いますよね、あの主人公が演技してみたいな。なんだてめえら、この花のレジェンドにケチをつけるのか。ああはいはい、もちろんそのお茶は読めていましたとも。俺は舐めませんよ、舐めません。そう何度も同じ手に引っかかるもんか。俺は降参するように両手を上げ、どうぞどうぞと空の皿を譲る。その皿に大勢が群がり、皿に残った麻婆を指先でなぞりとっては次々に味見した。そして悶絶しながら、種も仕掛けもなく、これが本当に伝説のメニューであったことを受け入れる。はいはい、納得していただけましたか皆様。そしてここで都合よく院長が登場するわけですよ。ほらねほらね。これはどういうことだ天王寺小太郎。お約束通り真っ赤になってプルプルと怒りに震えながらの登場です。分かってます、制裁ですね、鉄拳ですね。でも今回はセーフです。俺は今度こそ無実です。なぜ私のお皿を男子たちが奪い合って舐めているというのか。本当にひどい奴らですね。さ、どうぞ院長、自慢の鉄拳で存分に、制裁してやってください。どうぞどうぞ存分に。お前のことを純粋な奴らと信じたのに、それなのに天王寺小太郎。ちょっと待った院長、今度の俺は完全無罪な。よしの、俺は院長が去った後皿には指一本触れちゃいないな。ああ俺も認めるぜ、こいつはチケットを売っただけだ。そのチケットを買うと
私の皿を舐めることができるとでも言うのか。なるほど、そういう風に誤解されたんですね。そんな不埒な感染業するわけないって、うん、それは確かにチケットは売りましたけどね。ひどい、私の皿をケズナ投手たちの慰み物にするためだけにこんなことを。ひどい、ひどい。うわ、あのマジ泣きですか。委員長は両手で顔を覆い、ザメザメと泣き始める。自分の使った皿を男子たちが奪い合いながら舐め合っている光景をそう解釈したならば、まあ衝撃度は抜群だろうな。泣くなよ委員長、だから誤解だ。これはだな、そのあ、いけね。思わず慰めようとして絶対射程に足を踏み入れてしまう浅はかな俺。よくも私を慰み者にしてくれたな。いやいや、誤解です、誤解っす委員長。変態、不潔、毛玉だ、死ね女の敵、天王寺トータラー。お前なんか大嫌い。クラスチェンジしました。称号が黒幕変態男レベル1になりました。女の皿舐めさせ屋の実績が解除されました。テイストハープレイト。なるほど。はい、ということで、まあ一連の流れが終わったところで今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。